世話になっております、マサルです。今回は検疫ネットワークについて一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず検疫ネットワークとは何か、概要をお話しします。その後検疫ネットワークを実現する仕組みとして DHCP 方式と認証スイッチ方式についてお話ししたいと思います。それでは始めていきましょう。検疫ネットワークとは、端末を社内LANに接続する際にセキュリティ上問題ないかを確認するためのネットワークのことを言います。何か問題がある場合はネットワークへの接続を拒否したり、問題点を修復したりすることができます。検疫ネットワークでは検査、隔離、治療を行うことができます。検査は社内のセキュリティポリシーを満たしているかを検査する機能です。ウイルスチェックやセキュリティパッチの適用状態などを確認します。検査に合格すれば社内LANに接続をすることができますが、もし合格できなかった場合は社内LANと通信することができないネットワークに隔離されて治療を行います。治療は感染していたマルウェアの駆除やセキュリティパッチを適用することによってセキュリティポリシーを満たしている状態にする機能です。治療が終わったら再検査を行い、合格すれば社内LANに接続することができるようになります。先ほど検疫ネットワークについて説明しましたが、どのように端末を検疫ネットワークに接続させるのかが試験で問われるポイントになっています。検疫ネットワークに接続させる仕組みとして DHCP 方式があります。 DHCP 方式は社内LAN接続時にまずは検疫ネットワーク用の IP アドレスを DHCP サーバーから払い出すことで検疫ネットワークへの接続を促す方法です。検査に合格すれば社内LAN接続用の IP アドレスが DHCP サーバーから払い出され、社内LANに接続できるようになります。この方式で注意したいのは、手動で社内LAN用の IP アドレスが設定されている端末が接続された場合、検疫ネットワークへの接続を回避できてしまうことです。このような問題を解決するために DHCP スヌーピングという機能がありますが、 DHCP スヌーピングに関しては少し話題が離れるのでおまけトークでお伝えします。次は認証スイッチ方式です。認証スイッチ方式では、認証スイッチのポートに検疫ネットワーク用の VLAN を割り当てることで検疫ネットワークに接続させる方法です。検査に合格すると認証スイッチのポートが社内LANに接続できる VLAN に変更され、社内LANに接続できます。これが認証スイッチ方式です。それでは今回は検疫ネットワークをテーマに一緒に勉強しました。ここで少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。発売日は2023年9月26日、全国書店にて発売です。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回 DHCP 方式のところで社内用の IP アドレスを手動設定した端末は検疫ネットワークに接続されないという問題があるというお話をしました。その対策として DHCP スヌーピングという機能があります。 DHCP スヌーピングの機能は DHCP サーバーと DHCP クライアントでやり取りする DHCP 要求と DHCP 応答の通信をスヌーピング、つまり覗き見することで通信を監視することができる機能です。具体的にはスイッチで DHCP スヌーピングを有効にします。スイッチではバインディングテーブルというものを作って、DHCP の通信の情報をスヌーピングしてバインディングテーブルを更新していきます。例えば MAC アドレス1に対して IP アドレス XX が払い出されたみたいな情報です。このように DHCP 通信をスヌーピングした情報でバインディングテーブルを作ることで、別の端末が手動で IP アドレス XX を設定して通信しようとしたときに MAC アドレスの情報と整合性が取れなくなるので、スイッチでは不正な通信であると判断して通信を制御することができるようになります。 DHCP スヌーピングもとてもよくできていますよね。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。